1番、先日大人のおもちゃを探しに深夜のゴミ捨て場を漁っていたら、こちらをじっと見ている大柄の男性がいたので、何やこいつって思って僕もきっと睨み返してやったんです。そしたらそのままバッチバチにメンチ切り合った状態で朝を迎えてしまい、よく見たら交通誘導ロボット安全太郎でした。それが今の嫁です。結婚発表系 YouTuber ケルソン。はい、ということで今回は国家レベルで NG な危険すぎるおもちゃ、大怪我続出の人食い人形、殺傷力が高すぎるスパイ系おもちゃ、卑猥すぎるファンシーおもちゃなど、発売禁止になった大人のおもちゃどころじゃない禁断のおもちゃを5つほどご紹介していきたいと思います。スナックタイムキッズドール。スナックタイムキッズドールは、2016年にアメリカで大流行した人形のおもちゃです。見た目は一般的な子供向けの人形と特に変わりないのですが、このおもちゃは食事をさせることが可能という機能が搭載されていて、付属されているプラスチック製のフライドポテトを口に押し込むことで、体内に組み込まれたモーターが作動し、どんどん飲み込んでいくという仕組みでした。ちなみに僕が最近よく遊んでいるメルちゃんは、お食事に加えてミルクやお着替えもできるので最強です。この商品はキリンチャンネルと同じく小さな女の子を対象にしていたということもあり、自分の指を口に入れてしまい大怪我を負う子供や、偶然髪の毛が口に入ってしまい巻き取られてしまうといった事故が相次ぎ大問題となりました。実は僕の自慢だった髪の毛もこいつにやられてしまい、今じゃ小峠ですよ。さらに厄介なことに、この人形には電源スイッチが備わっておらず、一度指や髪が巻き込まれてしまった場合、本体を物理的に破壊するしか回避手段がなかったことも事故の拡大につながってしまいました。そしてこれを受けて発売から1年後のエクタージャー7年には販売停止と大規模な返品騒動が起こりました。そして一方その頃日本では同時期にポケモンのアニメ放送が開始され、僕はたけし派代表としてサトシ派閥とチビドルの捨て頃バトルを繰り広げていました。またこの商品は大々的に宣伝を行っていた超ヒット商品だったということもあり、およそ50万体分のリコールと1体につき4000円の払い戻しが行われ、販売していた企業は大打撃を受けることになりました。あ、そろそろメルちゃんにミルクをあげる時間なので、ここらで失礼しますね。原子力実験キット。原子力実験キットは恋していく年にアメリカで販売されたおもちゃです。当時はまだ放射線の脅威について研究が進んでおらず、今ほどシビアな扱いがされていなかったため、このおもちゃが世の中に出回ることになってしまいました。まあ出回っちゃダメだろって意味では YouTube でいうキリンチャンネルの立ち位置によく似ていますよね。キット内容としては4種類のウラン鉱石セット、放射線測定器であるガイガーカウンター、蒸気の凝結作用を使い下流電子の飛石を検出する装置、ウラン探査に関する政府が発行したマニュアル、ダグウッドはどうやって原子を分裂させたかという小冊子といった内容で構成されており、研究が進んだ現代から見てもおよそ子供向けとは思えないほどに本格的かつ高度な内容で、値段も$50かっこ当時のレートに換算すると1万8000円とかなりの高額商品でした。これは簡単に言うと、自分の手で実際に放射線を発生させて観察できるという商品であったため、適切に使ったとしても放射線に体がさらされることになり、当然のごとく被爆してしまいます。これは SK2 ヘビーユーザーの僕でも結構ヤバいかもしれません。そんな恐ろしすぎるこのおもちゃは、いくら研究が進んでいなかったとはいえ、当時でも批判的な声が多く上がり、販売開始の翌年であるこんにゃくで行く年には販売停止となりました。その批判の多さは航空キャンペーン発表時をも超えたのだとか。ですが現在でも一部地域では少数出回っているようで、プレミア価格がつき当時の定価の100倍程度の$5000かっこ現在のレートで換算すると約55万円もの値段で取引されているようです。昆虫採集セット。昆虫採集セットは主に日本で発売されていたおもちゃで、捕まえてきた蝶々やカブトムシなどの昆虫を手軽に標本にすることが可能な商品です。ちなみに僕も昔はよく少年たちに標本にされていましたが、貼り付けにされていた時間は自分を見つめ直すいい時間になりました。この商品は陸50年代から70年代にかけて昭和の子供たちの間では趣味や自由研究などに用いられ、夏休みの定番として長く
愛されていました。つまり平成でいうところの水蓮花です。おもちゃの内容は虫を傷つけることなく生き絶えさせ保存するための殺虫剤と防腐剤、それらを投与するための注射器、観察と作業に使う虫メガネで構成されていました。また高級なものになると解剖用のメスやピンセットなどが付いたセットもあったそうです。そしてこの商品が販売禁止になった理由には諸説あり、セットについてきた注射針が飛んで少女が失明するという事故が発生し、 PTA の抗議や学校での購入禁止の指導が相次いだためという説や、防腐剤と殺虫剤に含まれていた成分が微量ではあったものの危険度が高く、大量購入することで殺人にも使えてしまうことが問題視されたという説や、虫眼鏡で火を起こせることから長沢くんが火事のトラウマを思い出してしまうという説があったとかなかったとか、また違法薬物が日本の裏市場に出回るようになったことで手軽に注射器が入手可能なこのおもちゃに目をつける薬物乱用者が多かったためという考察もされています。俺たちのタシロスもこの商品をポチってたかもしれないと思うと感慨深いですよね。ですがこの商品は取引自体が禁止になったというわけではないため、在庫分は現在でも通販サイトから購入可能なのですが、このご時世に注射器なんて持っているだけで変な目で見られることは間違いないので、気になったとしても覗き見る程度にしておいた方がいいかもしれません。まあ覗き見るとは言っても近所の男性宅の風呂を覗いちゃダメですけどね、なんつってガッハ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 ッ。タシロス6本目の指。6本目の指は向こうとした刺激で幾年にアメリカで販売されたおもちゃです。当時アメリカでは超小型で隠し持って遊べるいわゆるスパイ系おもちゃが流行っていたこともあり、この6本目の指もその流行に乗ろうと作られた商品でした。このおもちゃはその名の通り指そっくりの見た目に作られたピストル型をしていて、引き金を引くことで指の先端からプラスチック製の弾が発射される仕組みになっていました。何ですか？まあね、このおもちゃを自分のケツに突っ込んで発射したくなるってみんなの気持ちわかるよ。俺その気持ちすっごくわかるよ。まあでも少し落ち着いてください。実は問題となったのはその値段と弾の勢いで、このおもちゃは2ドル程度とかなり安価で手に入ることに加え、先端が尖ったプラスチック製の弾がかなりの高威力で発射される仕組みになっており、子供に与えるにはあまりにも殺傷力が高すぎるという我々にとっては願ったり叶ったりな代物でした。僕も以前遊び半分でケツに発射したことがあるんですけど、まあ5年植物状態になった程度なので結構余裕でした。また当時流行っていた他のスパイ系おもちゃは安全面にも配慮されており、ここまでの威力が出る商品は珍しかったため、刺激を求める子供たち（意味深）にとってこの威力と親にねだりやすい低価格は魅力的だったのでしょう。まあ僕も子供の頃はお母さんに漢字ドリル買うって言ってお金をもらってはよくエロ本を買ったものです。懐かしいな。また一応パッケージには人に向けて発射してはいけませんとの注意書きが書かれていたのですが、そんなものを守る子供などいるはずもなく、怪我の報告が相次ぐようになったことでこのおもちゃの悪名はすぐさまアメリカ中に知れ渡り、発売が禁止されることとなりました。つまり撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだということです。ドラアクアペット。アクアペットは様々なメーカーから販売され、長年にわたり愛されている子供向けのおもちゃで、水の入った小さな容器に可愛らしいキャラクターがぷかぷかと浮かんでいるというなんとも可愛らしい商品で、その可愛らしさはハックにも匹敵すると僕の中で話題になっています。このおもちゃは見た目もファンシーで危険物も含まれておらず、今まで紹介してきたものに比べると普通じゃんと思ってしまうかもしれませんが、程よく伸びた円柱の突起と土台に据えられた二対の玉、何かを感じませんか？そうです、このドラ社が出したアクアペットはチッコだったのです。これは正真正銘真の大人のおもちゃと言えるでしょう。また土台中央に飾られている D のエンブレムもおそらくドーラの D なのでしょうが、ディック（チンコ）など別の意味に見えてきますよね。僕としてはド根性チンポエクストリームの D と考察しています。またカラーバリエーションもフレッシュピンク、ブラウン、イエローとそれっぽい色ばかりがピックアップされており、このおもちゃを店頭や広告で見た保護者たちはいろんな意味で生唾を飲み、企業に
には数多くの苦情が寄せられたそうです。また当初はマスコットたちが住む魔法のステッキだよなどと右から左へ苦情を受け流していたドラ社でしたが、予想以上に多くの批判に焦ったのか、すぐさまこのモデルをリミテッドエディションということにして速やかに販売を終了したようです。はい、ということで今回は数々の大人のおもちゃを紹介してきたわけなんですけど、この動画を見てドラアクアペットのおかげでなんか知らんけど夫婦の悩みが解決しましたという熟年夫婦は、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録とツイッターのフォローは動画概要欄からよろしくお願いします。いやー、腰が爆発しましてね、腰が爆発したんですよね。っていうのがですね、3日前ぐらいに、まあ、僕最近ちょっと筋トレしてて、で筋トレしてる途中でですね、もう完全に腰あっってなってもうやっちゃって、でまあその時は痛えっていうことでもう家帰って寝てってしてたんですけど、で2日ぐらい経ってもうそろそろ治ったかなと思って、でお昼ご飯を食べにですねちょっと外に、食べに行ったんですけど、で普通にご飯食べてる時は大丈夫だったんですけど、で食べ終わってさあ帰ろうと思って立ち上がった瞬間に腰が爆発してですね、これマジなんですよね。なんか本当に立ったんですけど、立ち上がってからもう腰をそこからもう1ミリも動かせない、その上下左右奥行きとか奥手前とかもう 3D 全部腰を動かせない状態になって、まあ、これ多分なった人しか分かんないと思うんですけど、マジでそのなんていうんですかね、身動きが取れないですよね。だからなんていうんですかね、そのご飯屋さんの椅子のところに立ってるはずなのに、そのちっちゃいその監獄に閉じ込められてるみたいな感じですかね。だからハンターハンターでいうそのパクノタみたいな、なんかそのなんていうんですかね、そのなんか秘密をあいつが鎖野郎だっていうことを知ってるけど、それを言ったらなんか鎖が入って死ぬみたいな、そんな状況だったっけな、ちょっとハンターハンターの記憶がもうあんまないんですけど、みたいなハンターハンターというパクノタの心理状態に陥ったんですね、完全に。そのもうだからご飯屋さんを自由に動き回れるはずなのに一歩も動けないっていう、その感じ、そう追い詰められたそのもう心理戦ですよね、もう一人僕と腰とので、そう、あ、ちなみに今日は野獣の人っていうことでね、ガオっていうことでね、野獣っぽくいいことをして見ましたっていうことなんですけどね。で本当そのお店から出るまでもそのだから一歩動くのにもう1分はちょっと言い過ぎですけど、ちょっとまあ体感なんですけど、体感では一歩に1分ぐらいかかるぐらいのスローペースしか動けなくて、だからもうお店出るのにもう8時間ぐらいも体感では8時間ぐらいかかったかなっていうぐらいの感じで、でなんとか家に帰り着くことはできたんですけど、まあそんな感じっていうことですね。まあとにかくね、まあ腰には気をつけた方がいいですよということで、はい、はい、ということでですね、まあ寝てたりとか、まあ椅子に背もたれをぶわーって倒して、まあいつものパソコン作業するスタイルだと全然大丈夫なんですけど、普通に背もたれもなく座ったりしたらもうやばいことになるということで、はい、ということでね、生活リズムもおじいちゃんだし腰もめちゃくちゃおじいちゃんみたいなね、もうほぼおじいちゃんじゃないかなっていうことで、はい、ということでした。さよなら。